5番になった村上、いけるやん。あの打球えぐいわ。本まくり山名采配やわ。強化試合の過ちを繰り返すなよ。岡本と熱い5番争い、こんないい選手どこに隠しとったんや。サンキューがっせ。4番に固執してたら副長もなかったやろ。ちゃんと流すようになったのくさ。ほんまメンタルの問題だな。逆方向に打ち始めただけやろ。それが好調の証や。プレッシャーから解放された村上強い。やっと正しい打順になったな。やっと前に大谷がいたのが息苦しかったんか。吉田はほんま変わらんな。今まで初球の甘い球見逃しすぎやったんや。俺は村上のこと信じてたからな。シーズン中も4番バレンティンにした方がええんちゃう。前に大谷がいなかったら打てるもよ。4番がかんかったとしか思えん。やればできるじゃねえか。先月23になったばっかやしメンタルはしゃあない。三冠王を取るくらいのアスリートでもメンタル的な部分でこういうことに陥るのは本当に参考になるわな。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。